皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回は久しぶりになります、ハーツオブアイアン4、新しくプレイを始めていきたいと思います。ちょうど今ハーツオブアイアン4は5周年ということでね、まあ、いろんなモッドだったり、あるいはいろんな DLC だったりっていったものが出てきている時期になっているんですけども、今回は少し古いんですがメジャーなモッド、カイザーライヒを使ってプレイをしていきたいと思います。僕今回このカイザーライヒ初めて使うんですけども、このカイザーライヒというのはですね、第一次世界大戦でドイツが勝利をした後の世界戦を描いた if もしものモッドになっています。皆さんご承知の通り、ドイツは第一次世界大戦で敗北、まあ、その戦災も深くてですね、賠償金なんかも多く、国が疲弊して、まあ、結果ヒトラーが生まれ出てきたわけなんですけども、このカイザーライヒというモッドの中では、そもそも第一次大戦でドイツが勝利したという過程でスタートしますので、また違った世界戦になるんじゃないかなというふうに楽しみにしています。では早速シングルプレイヤーからプレイを始めていきます。ニューゲームです。完全に初見プレイになるのでね、いろいろ皆さんからアドバイスもいただきたいと思います。今回プレイする国家、まあ、いろいろ考えたんですが、やっぱり日本でプレイをしてみようかなと思います。一個気になっていたのがね、オースマン帝国、これもちょっとやってみたいなと思ったんですけども、今回はね日本にしてみます。オースマンはやっぱり地理的にすごくいい場所にいるので、まあ、大国ではないものの、なかなか面白いプレイができるんじゃないかなと思っていて、まあ、どっかのタイミングでオスマンは一度プレイをしてみようかなと思っています。では日本なんですけども、歴史の概要欄少し小さいので僕の方で読み上げさせていただきます。明和和平は日本の植民地支配を保障したが、非イズル帝国では全てがうまくいっているわけではなかった。1926年のサンディカリストによる摂政の宮広人親王暗殺未遂事件で最高潮を迎える経済的動乱の時代を終えたものの、不安定な政府には危機の年が襲いかかってきた。これ摂政の宮広人親王っていうのは、これまさに昭和天皇のことですね。今ちょうど出てますけども、写真に写っているこの方がその昭和天皇ですね。で、一つは田中将軍、そして民主的な連合政権と中国東北部への介入の問題だった。まあ、この中国への介入問題はね、本当にアメリカはじめ、列強国を、まあ、大いに刺激した一因ではありましたからね。1936年、日本は帝国を拡大しようとしている。ドイツの支配は低下しているようだが、真の残りの領土とドイツの太平洋植民地を日本は物欲しそうに見ている。そうか、これ、まあ、第二次世界大戦に発展するその最中、日独伊、いわゆる三国同盟、これがあったんですけども、そもそも太平洋の、まあ、領有をめくって日本とドイツが対立するっていう構造になってるのかもしれないですね。この後マップに移動したら早速そのドイツの状況も確認してみたいと思います。では早速プレイを始めていきます。難易度は一般兵でスタートします。カイザーライヒへようこそということで、ここからスタートです。では早速気になるドイツ状況を見てみましょうか。ドイツさすがにやっぱりでかいですね。まあ、これによってドイツがどれだけ力を増しているのかというのを、まあ、伺い知ることは難しいんですが、太平洋の方を見てみますか。太平洋、まあ、マーシャルなんかも含めてこの辺りもすべてドイツ領になってますね。では国家方針も確認していきます。これもやっぱりこのカイザーライヒ用のモッドになっていそうですね。これは面白そうだ。弱肉強食、
政治力がプラス75でありますけど、この後見ると太平洋の上陸戦とかあるので、まあ、ドイツと戦っていく形になるんですかね。パッと見目を引くところで言うと、この不沈空母、こんなの面白そうですよね。まあ、あと面白いところで言うと、マルサン計画なんかもありますね。まあ、マルサン計画というのは、戦艦、ヤマト、ムサシ、あとはちょうど出てますけども、昇格、随格とかね、海軍軍縮条約脱退後に、帝国海軍が、まあ、計画した、その艦隊編成の計画ですね。これもやってみたいですよね。あとはこの八甲一宇から分岐する精神論、南進論。これも面白そうですね。南進論のところで言うと、フィリピンからインドシナ。まあ、さらにシャム。まあ、今で言うタイですね。そしてインドというところに向かっていくものなんかもあったりするようです。これはいろいろ試したりするのが楽しそうな国家方針が用意されていますね。ちょっとどの国家方針を、優先的に進めていくかっていうのもね、その海洋進出をメインにするのか、それとも大陸、まあ、中国の方に進むのかで、変わってくるのかなと思いますので、そこもしっかり見極めていきたいと思います。まあ、簡単に国家釣りですね。研究の枠ですが、ここは特にパッと見変更はなすのかな？なんか大きな変更はなさそうですね。戦艦がここにずらっと並んでます。そしてこちらには空母ですね。空軍です。空軍の方も特に大きな変わりはなさそうですかね。はい。では、ちょっとまずは一番最初にいつもやっているような、建設関係、あとは軍の編成関係、進めて戻っていきます。はい。では、簡単に初期設定を行いましたのでご紹介をしていきます。研究ですけども、このあたりはセオリー通りにしてあります。建築速度が上がるものを採用したりですね、あとは陸軍の歩兵装備関係、このあたりの研究を行っています。建設なんですけども、まあ、一旦軍事工場、民事工場、それと、あと一部ですが、海軍の工廠ですね、これをバランスよく作っています。今後の状況を見てですね、このバランスは変えていきたいと思います。生産ですけども、ここも、まあ一旦バランス良くという方針は変わらないんですが、歩兵装備はやっぱり多めに厚めに作ってあります。航空戦力もバランス良く全体的に作っています。この後必要になってくるもの、方針によって変わってくると思いますので、その中で生産調整を行っていきます。海軍の艦船も同じですね。潜水艦から巡洋艦、戦艦、そして空母と、一旦バランス良く作ってあります。既存の編成なんですけども、まあ、陸軍はそれなりに数が揃っていたので、3つの軍に分けてあります。まずは太平洋方面軍。まあ、これはまあその名前の通り太平洋に位置している部隊ですね。そして駐屯軍なんですけども、これは現状、中国大陸に駐屯している部隊。そして、本土防衛軍が、これが日本本土に今、防衛として当たってもらっている部隊。まあ、3つの軍に編成をしてあります。海軍がね、結構充実してましたね。まず、第一艦隊。ここは山本五十六さんに入ってもらっています。空母2隻ですね。まあ、もうここで動ける空母が2隻あるっていうのがね、結構、嬉しいところですよね。空母、中身なんですけども、砲床型と流床型。まあ、第二次世界大戦中の砲床と流床がね、まあそこまで大きくない。言ってみれば軽空母のような扱いだと思うんですけども、それでもこの時点で、空母2隻持ってます。第二艦隊。ここは小沢治三郎さんに入ってもらっています。
空母2隻、龍炎に双龍という体制です。そして第3艦隊、ここもね、空母が入ってるんですよね。井上さんに指揮を取ってもらっています。その他潜水艦隊が3つというのが、今の日本軍の海軍編成になっています。今ご覧いただいているのは土佐型の空母ですね。ちょっと僕も不勉強で、この土佐型の空母っていうのはよく分かっていなかったんですけども、それなりにですね、甲板のサイズがあって、60機搭載できるんですよね。60機搭載できるとなれば、後に出てくる、空母でいうところの小核、随核とかと、搭載力はそんなに差がない規模の空母になっているのかなというところですね。こちらが双龍になります。双龍も60機搭載というところですね。せっかくなので、じゃあ、龍城も見ましょうか。龍城は40機搭載という形になっています。今すぐ艦隊を動かして戦争を始めるというわけではないので、少しずつですね、練度を高めていくということをやっていきたいというふうに思っています。早速、訓練、開始してもらいましょう。それなりに、消耗してしまう部分ではありますが、しばらく、戦争が起きることもないので、しっかりと練度を高めてもらいます。同じことを陸軍でもやっておきましょう。では、国家方針なんですけども、ちょっと面白そうなものを見つけたので、ゲームを進める上ではあんまりいいプラスにならないのかなとは思うんですが、この新幹線の提案、これと、あとはちょっと上にある自動車関係ですね。このあたりやってみたいなと思っているので、ここを進められるように、一番最初に、この国家ツリーの一番上に戻って、国家安全保障法、これから始めていこうかなと思います。で、その後は、せっかくなんで、昭和維新。あんまり見たことがない内容なので、こちらに入っていってですね、その下、ずーっと官僚中心の内容を採用してみようと思っています。その後はまた戻ってきますので、最後に、この、新幹線の提案まで進めていくというので、ね、一つイベント見ながら皆さんと一緒に進めていきたいと思います。では国家安全保障法開始しますと思ったらこれがまだできない。515事件を受けた安全論争が開始、これがまだ始まってないんだな。であればこれが始まったタイミングでやっておきます。一旦じゃあそれまで差し障りないものを選択しておきましょう。弱肉強食、これは政治力プラス70食ですね。では時間を進めていきましょう。あっという間に石油の備蓄がなくなりましたね。びっくりするぐらい早くなくなったな。ちょっとこれはオイルどっからか輸入しないとダメだな。当面戦争になる予定はないので、アメリカなんかと仲良くしておいて、石油、燃料の調達をしておきましょう。さて、失われた10年からと脱却ということで、日本において失われた10年と呼ばれた1920年代は経済不況と政情の不安定が特徴であった。1920年代か。もう全く想像がつかない時代ですけどね。この窮状は農業分野で特に深刻。農業は貧しい田舎から都市部へ逃げ込み、農家ですね。大規模な人口動態の変化を起こして、労働市場に氾濫、賃金の低下を引き起こした。今の時代もどうなんでしょうね。なかなかね、給料が上がりづらい時代になってきてるのかなとは思うんですけどね。選べる選択肢。我慢しよう。これ一択です。僕なんかはですね、給料はそんなに上げてもらわなくていいので、役職も
あげないでください。昇級、昇格なしで大丈夫ですっていうふうにも言ってますね。まあ、外資系の企業なんで、まあ、普通の国内企業に比べたら、まあ、給与水準が、まあ、そもそも、まあ、それなりにいい方だというのもあって、まあ、あんまり無理しない働き方をしていきたいなっていうことでね、そういうことを言っていってるんですけどね。ケレンスキー大統領の暗殺。ケレンスキーさんっていうのはどこの大統領なんだ？ロシアですかね。上院に向かう途中に狙撃、殺害された。ケレンスキー大統領暗殺後の続報が入ってますね。コルニーロフがモスクワを席巻。大統領が暗殺された混乱を利用し、コルニーロフとその将校たちは、ポリス、サンビコフの NRPR の戦闘部隊の助けを借り、モスクワの路上で左翼団体と労働組合員を撃退。共産化が進む、まあ、その一員になったのかもしれないですね。はい。続いて、満鉄が記録的な収益を発表。これ満州鉄道のことだと思うんですけども、日本は日露戦争終結以来、満州に存在感を示してきたが、この地域では支配力が大きく強化された。日露戦争によって、まあ、ロシア、まあ、ソ連ですね、今、当時の、まあ、その、まあ、介入を防いでですね、南下を防いで、日本がまさにその中国大陸で力を増していったその中、その最中、満州鉄道で記録的な収益が出たという話ですね。満州は本当に機械を宝庫だ。これで政治力が61まで溜まりましたね。外交を始めるのであればタイミングとしてはいいかもしれません。ただ、アメリカ、まあイギリス、いわゆる後の連合国側につくのか、それとも、第一次大戦で勝利した、この、強国ドイツと手を再び結ぶのか、悩ましいですね。ちなみにイタリアは完全に分裂している状態になっています。まずローマがですね、面白いんですけども、強硬領になってるんですね。で、ミラノ、ベネチアなんかも完全にイタリア共和国という形で分裂した別の国になっています。イタリアはだから全部で4つに分かれてるんですかね。イタリア共和国。これがイタリア共和国です。そして、こちらが、イタリア社会主義国。ここが強硬領ですね。そしてナポリを首都とする4つ目、シチリア。全部で4つに分かれているイタリア。もはやイタリアは、その列強入りするのは難しい情勢になってますよね。はい。全体社会主義憲章のイベントが起きています。民主主義とこの後壮絶な陣営に分かれて戦いをしていくわけなんですけども、まあ、ここではムッソリーニなんかが名前が挙がっているようですね。人民はこの狂気を拒絶しなければならない。まあ、日本もこの後どう選択肢を取っていくのかというと、民主主義ではない国家ツリーで進めていく予定なんですけどね。続いてエドワード8世が英国王に即位したというニュース入ってきています。このエドワード8世なんですけども、復讐に燃える野心家な人物。そしてカナダのイギリス人亡命者などから高い支持を得ている。英国諸島を取り戻すことを目指しているとも書いてありますね。まあ、これ自体がどうということはないと思うんですけど、これイギリスとね、ドイツの間で再び開戦という流れ。につながる伏線なのかもしれないですね。衆院の解散です。ちょうどね、選挙絡みで言うと、僕の住んでる船橋、千葉県の船橋市に住んでるんですけど、市議会選挙がね、ちょうど始まりましたね。では、政治力も溜まってますので、ここで一度、情報機関設立だけしておきます。民主工場が後余ってるうちに作っておかないと、後々ね、作りづらくなってきますからね。アフガンがインドと城に宣戦布告。さらに第5次
アングロ・アフガン戦争へと発展したというニュースが出てきています。フランス選挙、これではジャコバン派が勝利。ジャコバン派が勝利っていうのは、ちょっと中身確認してみましょうか。フランスコミューンは各都市のコミューン、これは基礎自治体のことですね、の集合体として形成されており、最高執行機関である公安委員会、各都市 CSP が行政を担っている。ほう。そしてこの国は世界中のサンディカリズム国家を率いるリーダーである。しかしながらこの第二コミューンは創設以来、取るべき政策についての意思統一がされていなかった。数多くの政治派閥が誕生。各々が独自のフランスが進むべき道についての考えを持っていたためである。ドイツへの復讐、そして世界革命の始動の時が近づく中で開催された1936年の労働総同盟選挙は大変重要な意味を持つのであった。やっぱりさっきのイギリスエドワード8世もそうですけども、フランスもドイツに対して復讐戦。まあ、これはね、このカイザーライヒのモッドで第一次世界大戦でドイツが勝利したという世界戦なので、史実は逆にね、イギリス、フランスやドイツに復讐したいという思いが強いようですね。続いてブラックマンデーのイベントを起きています。まあ大暴落したということですね。先ほどご覧いただいていたブラックマンデー、この余波が、まあ日本に来てしまったということですね。まあ当時の経済どうなんでしょうね。今はまさにグローバルな時代になっているので、まあコロナウイルスに代表されるように、どっかで何かが起きればすぐにそれが波及する時代ですけど、この1936年という時代にも、やっぱり経済、これに関しては、まあ世界のね、つながりがあったということなんでしょうね。これも、ブラックマンデーの余波ですね。オーストラリア帝国がイタリアから撤退。オーストラリア勢力圏はますます弱体化しているというふうになっています。オーストリアは、まあドイツの南、今イタリアの北側に位置するここです。まあ国で言うと中堅国ぐらいの国力と見て良さそうですね。ノルウェーから使節団が来ています。貿易に関してだと思います。これは政治力マイナス20になりますが、受け入れましょう。はい。まあ、近いところで言うと戦争がまた起きてますね。八勝連合が国民党左派に宣戦布告。場所がどこかというとここですね。ここが八勝連合。国民党左派がここです。まあ、本当に近いですね。台湾を支配している日本とは、台湾海峡を挟んでお隣さんという立地になっています。まあ、特に介入する必要はないかなとは思います。中国大陸の方ですけど、せわしなく戦争が始まってますね。いろんなところで戦争が起きているので、これ日本としても介入するチャンスがあれば、まあ、領土をね、拡大する好機と捉えることもできると思うんですけど、まあ、現状では、どこかの陣営に属しているというわけでもなく、介入するチャンスがそもそもあんまりないのかな。弱肉強食終わっています。まだ515、イベント来てないので、やりたい国家安全保障法は採用できませんね。では、一旦、そうだな。発行一部やっておきましょうか。おっと、これもまだアメリカ内戦が勃発していないので、選択できない。となるともう取れる。国家ツリー。一つしかないですね。丸二計画の結果か、陸軍の方向性か、まあ二者択一になります。まあどっちでもいいかな。とりあえず、両方やるつもりで進めていきます。片山線の暗殺出てますね。その左には国民党左派がさらに宣戦を布告しているということです。さらに上新天国が南京軍閥に宣戦布告。中国は完全に動乱の地と化している、その様相ですね。というところで、情報機関の設立が完了しています。チェックしておきましょう。まずは、一人目雇い入れができる状態になってますので、一人目雇ってからというところですかね。それと、少し面白そうなものがありました。
条約としての影響力。まあ、例えば、これ、上海とか、香港とか、まあ、そういうところのようなんですけども、条約都市は、冷酷、至極なところであり、多くの勢力が権力をめぐって争っている。慎重に動かねば、ということで、まあ、中国、イギリス、アメリカ、ドイツ、日本がそれぞれしのぎを削っているというところですね。ここに対して政治力を投入していろいろできそうです。なので、ちょっと今回はね、長くなりましたので、ここまでにさせていただいて、次回はこの条約都市での影響力強化っていうのもね、チャレンジしてみたいなと思います。